ゆくゆくトラブルね、なんだなんだなんだ、来た来た来た。え？アルバイト？この子の子可愛いわね。ベヨネッタの騎車みたいなキャラだ。なんかそんな感じだよね。ただこいつは全然記憶喪失で飛べる人っていう、重力扱う、なんつってたっけ？なんつってたか。重力燃料？噴水広場？噴水広場まで急いで。何これ、結構あれなの、箱庭系な。自由に行けちゃう。あ、そういうことか。は？オプション。次の目的地。はい。え、これ、飛べちゃ、と、と、飛べないよね。これ矢印かなんか出んのかな。あんな格好してるからそういう系のアルバイト？ナイトビタでオープンワールドゲーなんだ。おお、ひょほー。やーべえ、魔女宅気分。あ、すごいわ。ちょっと上行く？こうなったら、うおこのゲームプレスってビひタにゃー。出てたよね。なんか怒られるこれ。あ、ゲージがないのか。おい、ちょっと待って待って。ゲージがあったこれ。あ、何で危もねそれで聞ければいいの？え。これ、あれじゃんか。そっか、無限には止めねえんだった。危ねえ。ゲージあんまなかった。バツボタンで加速できるよ。マジで？ああ、ちょっと待って。こっち行こうか。バスで加速。なんか出た。ナルティメットヒーローみたいなのが。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。逆さになっちゃった。おい、落ちてる。危ねえ。どうなってんだこれ。いやー、ちょっと。どうの、落ちたよ、ちょっと。ホバリングは、いいのか。なんか十字がある。あ、そういうことか。楽しみだね。あ、すごいね。どこに行けばいいんだ？あ、これより全然先だ。よし。回復する？回復する。した。あ、これで上行けるじゃん。キューおー。こので、世界ターゲットを一緒に浮かせる殺し屋と階層。あー、やばい。水は地面に給埋め水られ筒。るとな。おいー。回復した。いやー、この辺でいいか。抜け棒じゃないですか。うわー、ちょっと待って、あんまバズゲーそこかまでわい高い。くねえな。なんかあるね、テレビ。で、そっちだ、そこだ。ほらー。危ねえ。はい。はい、危ない。よくできてんな。ねえ、楽しい。あ、いた。え、どうすればいいの、これ。ストーリーミッション。浮いてる最中もちょっとずつ減ってるのか。あ、本当？ 止まっててもダメなんだ。重力燃料採取。へえ、プレシャスジェムを収、さ、収、違う、採取場、採取機で集めて重力炉に入れる。あ、そういう世界なのね。なんかじゃ飛行石的な、飛行石なんだけど、言ったら機関車みたいな、燃料が必要みたいな。じゃあ、ちょっと地上に降りようよ。何かすげえ大切なものを失ってる気がする。何、どれ、何？え？とりあえず集めろってことね。若干マリオのコイン的な。やべえ、これそう、他の人も飛ばしちゃう可能性なんだよね。いや、ごめん。他の住人がね、間違えて飛んじゃうんで一緒に。俺、どこ、ちょっと、住人が行っちゃった。これ大丈夫なの、これ。落ちたー。落ちたー。なんか飛んでっちゃったぞ。大丈夫なの、あれ。あー、なんか物一緒に。ちょ。ちょっと待って、止まって。危ねえ、落ちたぞ。ウイルこスこど剤にこ？関わるとろくこなこことがどないね。こ？ちょっと一旦戻ろう。危ねえ。ここだって近くにいるやつ飛んじゃうんだよ。あれは病院で死亡を確認されますわ。ああ、ダメだ。そんなに空中で自由に動けない。その代わり、危ない。で、次始めたらここだ。落ちろ。酔う人は酔うかもな。木の隙間とか入れるこれ。入れる。あ、俺ゲージねえや。ゲージはそんなに簡単には回復しない。はい、来た。あ、椅子ごと行っちゃった。椅子はダメ。これもゲージ使ってんのか。なるほど。バツ。うやっい。てる本人は大丈夫だけど、
そう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 、申し訳ないけど俺意外とこういうの強いから、バッツ。お、終わった。え、終わったじゃないの。重力操作中も主人公のマフラーと髪の毛がなびく方向で、普通の重力、通常の重力違う方向が分かると。左、ああそういうことね、さっき言ったね、マフラーの位置が下だよ。いやこれすごいわ。あとゲージは、うわー、おお、音量これマックスなのにこれちっちゃいね。お、これで戻れって。あ、楽しい。はい。で？昔、停戦にある戦場の絆で寄ったな。この張り付いた方向に重力かかるってのがすごい。何が起きたこれ。ここからか。噴水となんか関係あるのか。カメとカエルとションベン小僧。洗濯物みたいに入れたから。お、これ見てるだけでも顔傾けちゃうわ。マジか。いいな、 VR いらねえな。さすがだぜ。喜んでんな。あ、給料、お金じゃないんだね。これでは搾取されたね。見事に搾取された。しかも多めに。まあ9個のうちの3つくれんのとまあいい方だろ。すごいな、マップ開けて。ピンハネされた。かなりのね、中抜きもいいとか。ん？能力強化画面ってどうやっていくの？売上金から給料もらってるようなもんですし。もうなんか風俗みたいだね。さすがだぜ。これか。いや違う。こ、ん？どれだ？あ、違う。あー、これでいいのか。ひなんでその顔が変わんだよ、これ。必殺技。うん、あれを使って、重力エナジー持続力、重力エナジー回復時間、へぇー。これで上げて、お？チュートリアル。重力ソープ。なんかすげえ。何か、得体の知れない。あ、これでか。笑ってる顔かわゆす。うぅー。えら。はい。数が足りんと。あ、もうゼロになっちゃったよ。これ、フリップなんで、うん、フリープレイなんでね。落とせるか、まだ落とせ、もう落とせないのかな。あ、これ何？あとは、依頼がある人とかなんかこうやっていろいろ出てて、好きにやってってこと？触るとわかる。え？バトル。あー、ストーリー、メインストーリーね。あ、なんかあるじゃん。あ、やばい、なんか他の人飛んじゃったよ。これはお金なんだ。お金とか能力をあれだ。ちょっとこれ。これさ、マジ。あ、ちょ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 。他の人どう、大丈夫なのこれ。大丈夫なの？お店はない。特にない。二段ジャンプはない。スライディング。話を聞く。あー、なるほどね。誰、似てるな。言いにくいんだけど、ちょっと匂うわよ。ちょっと、嘘だ。くんくん、うっ。お風呂に入れんのか。家ない。マジで？ビータ版はなんだろう、なんでなんだろうね。え、お風呂ミッションどこ？あとこれどうやったら、この、自分の目線とかならんか。あー、なんか、なんだ、タッチパッドがなんか変なボタンだ。コロンボタン。ねえ。あー。へえ、いたね。あ、いた、いた。お？あ、違う、これ。このボタンだ。YouTube から来ました。いらっしゃい。マーカーもつけれる。つけた。YouTube からいらっしゃい。あ、違う、ボタン違う。なんだこの塔があるね。やべえ、他の人も飛んじゃったよ。どうすりゃいいんだよ、これ。なんかちょっと変わった。はい。飛んじゃった人は大丈夫なのか？なんか下にいるな。住人は
犠牲になったのだ。あの人たちは大丈夫なのかな。あーちょっとなんか早いな。この人話せる。超楽しい移動、超楽しい2楽しみっていうか1やれよちゃんと。やーべえ、これちょっとやるか。あークーロンズゲートみたいな家だったもんな。無理くり住んでる人がいっぱいいたもんな、穴の中とか。あ、え、より臭くなっちゃうよ。なんか幼女が寝てたけど大丈夫これ。その話はなんかちょっと、消えた。あ、マジかよ。いやでもいいと思うけどね。フリップはなんだかんだでやっぱ損はないと思うしね。俺でもオンライン対戦とかやんねえからほとんど恩恵ねえけど、フリップの恩恵以外にないっていう。恩恵と言えるのそれは。ほい、あ、楽しい、超楽しい移動。なんかありそうでなかった感じだな。でもなんか見たことある感じなんだよね、この移動。どっかでやった気がする。ワイヤーアクション系なんかあれかな。へへへ、いけ。よし、意外とまだ遅いな。うー、あー楽しい。なんだろうこの楽しさ、たまらんな。ナディア、違う違う違う、メインストーリーとチャレンジミッション。速度もレベルで上げると快適よ。ねえ、でも今の感じまだ最初はいいよこれ。チャレンジミッションうん、なんか行ってみようかやべえ楽しい。ふうあのさ、飛び方がさ、自分で飛んでる感じじゃないんだよ。なんかなんだ、あの当時が乗ってたさ、使徒が、使徒っていうかエヴァ4号機だっけ、3号機だっけ、あれが飛んでる感じなんだよ。なんかふわーって、まあ落下してるんだろうけど。うん、これお金だもんね。これで経験値を。あ、これは登れねえ。あー、ちょっと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 、なんかとんでもないことになった。おー、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、飛べるんだねこうやって。微妙に融通つかないな。そう、それがまたね、慣れると、慣れるまではこの重力にもてあそばれてる感じがたまらん。これがだから、あーあー、いけ、よし、あ、そうだね、いる、何かいる。お、あ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 、これかゴミ、あ、それか、あ、それ、そのゴミ、ゴミ入れていくシステムのやつか。マジでみんなのために働く。どうするんだ。はい、新たなさん、嘘、ここ、なんか違う、なんか違う。次なんかこの顔は、顔ずりーなこれ顔ずりー、俺いっちゃったよ。危ねえ、なんか関係あるのかな、入れない。ホワンって言ったらなんだろう。あ、回復したの。あー、なんだよ、なんだここ。うわ、降下機動隊みたいだ。危ねえ、危ねえ、ちょっと待って待って、ひえー、どうなった、どうなったこれ。危ねえ、あ、ダメだ、もうゲージが、ゲージがない、ゲージがないよこれ。あー、戻れるこれ、戻れ、戻れるのか俺は。うわ、戻れない戻れない、どうなるこれ、落下するぞ。あれ、あ、回復した、落下中回復するのかこれ、すごいな。死ぬのかと思った普通に。はい、おい、あのね、30フレームらしいです。プレステ4版は60フレームというパワーアップらしいです。処理落ちないね。
ビタ。あ、そう。そんな処方に。これまた集めるミッションじゃないの？やってみようか。せっかくだな。物大量に壊れるとカクつくけど。なるほどな、まあ、しょうがないそれはな。ん？え？え？難しそうだなこれ。重力使えないの？え？回復しちゃうなんか。お？お？お？そうね、これがだからあれを取れば回復するっていうか使えるようになるってことか。これか、それは。あ、それだ。うわうわ、ちょっと待って、むずい。待てなんかいろんな人連れて行こうとしてる。あぶい。ちょっと待って、ちょっと待て、こっちか。おい、これは一応と犬来た。ああ、取った？取ってないね。あの見てるだけで酔うかもしれんぞこれ。横に落下。おい、ダッシュが、これが一番早いんだな、移動。タイムアタック的な感じなんだな。あー、取ったら、あれか、取るか、直接行くかっていうショートカット的な。なんか嫌な子を描いてる。誰かついてくるからだから。いやー、はい、落下。はい、あれ。なんだ何、どうした、なんかサーバーがおかしい。ネットランキングの話か。更新。このレース系はトライアンドエラーで覚える感じだね。あれだね、もうちょっとギリギリの重力のエネルギーを使いつつ、え？嘘。あ、これが終わると、何か話が変わる？落ち着ける。あ、じゃあ下、ちょっとミッション普通にこれやってみようか。ストーリー。せっかくだから。でも今のやつのおかげでみんながエレベーター使えるようになったんだよね。ん？でもそれに関する話はない。ん？ほ？てかこうやって普通に走るのもなんだけど。やべえ、誰かついてきた。お前なんだよ、だから。すげえ簡単についてくんな。あとR2L2同時押しでスライディングできる？ほう。R2L2。ああ、うえ、なにこれ？すげえ。能力使ってんだこれ。あ、すげえ、なんかスケボーみたいだね。ごめん、なんかすげえ生えつくまっちゃってんじゃねえか俺のせいで。メインストーリーやろう。もう一個ぐらい進めないと。なんかちょっと若干魔女宅っぽいんだね。うん、シャワー浴びたい。これまさか最後のボス倒してやっとシャワー浴びる話じゃなかろうな。ちょっと待ってよく見ろ。ダイナミックだな。なんだ転がってんのかな。ずっと臭いヒロインとかフェチすぎんでしょ、ね、アラビアンランプみたいな。最終回でやっと気づくみたいな。うわ、漫画チックでいいね、なんかね。あ、え、なんか来たよ。力使って起きるの防げよ。確かに。はあ、お、ここをキャンプ地とする。甘い生活じゃねえだろ、さすがに。これさすがにマンホールの子供たちでしょこれ。ねえ、なんで止めてたかっていうこととか考えないと、あれ大変なことになるかもよ。結局臭いのは大丈夫なのこれ。なんだ、なんか聞こえたぞ。何か聞こえた。おばあさんの声。はい、目が光った。で、後ろの方で声がした。なんかあるね。あ、違う、これ回復か。
ああん？ん？ここか？あぶね。違う。どこだ？なんだなんだ。噂に聞くマナ十字が見てみたいですね。マナ十字。なんだなんだ。敵だった。ちょっと待って。重力キックしたかったけど無理。あ、ちょっと。ああ。お？ありがたい。はい。へんてこな格好はバレている。ふふふ。鬼嫁にかい。ネビー。お！椅子、これで家具を増やしていくの。なんだこの話。結構こじんまりとっていうか、自分の居場所を作っていく話なんだね。なんていう魔女宅。どうしたどうした。悲しいな。おばあさんの捨てる椅子をもらうっていう。丸を押すと、宙にある物体を宙に浮かせることができる。ババアは浮かなかったな。浮かせたまま移動、目的地まで行こう。はい。行くの早かった、ちょっと。おう。ん？魔女宅はすぐに部屋を用意してもらえたのにな。ちぃぃ。ばあね、仕事場もあったしね。やべ、ちょっと上来ちゃった。あそこか。間に合うか？間に合うな。おほほ、ばあさん。おほほ。あ、そういうこと、五右衛門風呂の底板みたいな。丸いとこに住むのかと思ったら下は床を作ったんだ。お？雑笑。バサーってきた。おっと。不要家具の情報。なんかやってることやべ。水曜どうでしょうみたいじゃん。粗大ゴミで家を建てようみたいな。いやぁ。やべ、なんか誰か連れてきたな。そして俺は放置。何拾ったこれ。まだ先なの？こういう箱とか。あ、持ってきるっちゃ持ってきるな。ダメこれ。ああなんか攻撃にもできる。壊しちゃダメじゃん。上だ、もっと。ちょっと待って。あ、見える。あ、なんか目動いたな、今。重力ゲージ回復。うん。あ、さっきのやつね。山田の術だ。山田だよ、ほんと、確かに。何かの上に乗りつつも。若干操作可能なんだな。左スティックで。ゴミ？なんか絵がすごいな。はい。自分の目で見て、はい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 。書を捨てて街に出よう。なんだっけあれ。あの場所なんてメルヘン街道だっけ。はい。そこで机を捨てるのを手伝うわけね。嬉しそうだな。広場の裏にある。裏の方にある。ドイツの道端でしたね。ドイツ、メルヘン街道とかだったけど。忘れてたな。すげえ、もうだってどこにあるかが示されたもんね。ほら、行けー。違う、ボタン落ちし。やべえ。おい。遠いぞ、ちょっと。はい、回復した。どうした、どうした。ああ。え、これ机なのこれ。みかん箱じゃねえのこれ。ちょっと待って、どうしよう。一旦上に行って、下の方だけど。あぶね、雑。なんか、なんだろう、このオプション感。そして音はコントローラーから鳴っているという。小物入れっぽいですよね。ああ、チェス、なんていうんだろう。なんて言うんだろう。あ、違う、こっちじゃねえ。どこだ。あの人にしゃ言わなきゃいけないのか。お？なんで？なんでここに行けって言ってんの？違うよね、これね。あ、え？便利。繋がってるぞ。繋がってるぞ。机じゃねえな、なんか。ああいうのなんて言うんだっけね。なんかフォールアウト4でなんか出てくる。ベッド。ネットもない部屋とかないわ。ネットは自分だけあってもしょうがないからな。この国にネットはあるんだろうか。
なんかバク転、バク転。全ての穴は家に通ずる。お、あそこら辺で落ちたら家になったもんな。なんかすげえゲームだなこれ。スケールがでかいんだかちっちゃいんだかわかんねえよ。スライディングはこうか。うやべ、落ちる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 わ。それを取りたい。はい、取った。うまくつながりそうもない。マンホールの穴が隠されてたりする。え、ほい、あれ、ごめん、なんか死んでる。お前、あいつじゃねえか。キトゥン、キトゥンってこれ、ここで初めて言われてね。あ、キトゥンは、こいつがつけた名前なんだ。お調子者。キトゥンってどういう意味なんだろう。子猫って意味なのか。黒猫よりちっちゃいんじゃねえか。あ、子猫みたいな女の子。子猫ちゃんか。うん、そういうことだね。一応名前覚えてない。おう、指導、そうだな、そうだったな。名前はないもんな。うん、俺そう、グラビティデイズ2見てこなかったな、ゲームショーで。あ、ベッド、はい。食いつきいいな。工場、町工場の脇。急に現金なやつだ。そしてまだくせえからな。シャワー浴び、シャワー浴びるのいつになるんだこれ。あ、なんかある。なんだこれ、回復のあれじゃねえの。お、なんかゴミ捨て場があるけど。どうしたどうしたどうした。あ、なんだなんだなんだ、なに、あ、なベッド壊れた。延長しました。延長、体力回復。ベッド壊れてないよね。ちょっとなんだよこいつ。超重力キック。嘘、どこどこ。超重力キック、背中を取れってことか。違う、そこじゃない。なんか歩いてるよ普通。お、落下しよう。魔女宅の触るとこ、まあ、いっぱいいるいっぱいいる。おーい、お前何なんだよ。あ、これ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 、 L2 と L2 と、ええ、ちょ、なんか違う違う違う、 L2 と R2 と、 R2 と左スティック、なんか分かりづらい。あ、こういうことが無敵なのか。無敵移動。黒猫来てる。違う違う違う、危ね。超重力キック、もっと連続できないのか。いいね、回復かな、回復だ。もういない、いる、いっぱいいる。回復と攻撃も組み合わせれる。うん、嘘。あの黒猫は能力者以外にも見えるやつなんですね。ねえ、なんかそうだね、確かに。超重力キック、意外と勝てる。降りろ、一旦降りろ。あ、楽しい。慣れると楽しいかも。まだいるね。てか変なとこにいんな。ん、どこだ、こっちか。長距離キックすると威力上がるで。ほえー、あ、ダメだ。落ちる落ちる。で、ダメだ。おい、なんかついてきたぞ。落下しちゃう。長距離の方が、ちょっと待ってね。よし、一旦止まる。長距離無理。そっか、これあまり長距離じゃないから一撃じゃないんだ。これ猫のように頭が下でも猫のように着地するから。てかマンホール超近いんじゃないこれ。ほい、あ、近い。おお、あ、近くない、全然近くない。危ない。これがトリコですか。トリコじゃない。ほう、キックはある程度ホーミング性あるね。ある程度の遊びがあった。おおお、いらないか。けっ、
やばい、危ない。オアシスベッドこれベッド雑だな。あ、ここに帰ろうとしてんのか。今んとこすごい楽しいです。お、なんか部屋みたいになってんな完成なのこれ。へー、あー、なんだなんだなんだ、なんか何、ゴミ捨て場からぬいぐるみもらってきた。笑ってんな。どうした、それはダメだろそれはそれ持ってきたところでなんとかなんの。いっぱい持ってきたな。すげえ。ねえ、なんかベッドがあるだけで急な部屋感。その時の私は自分だけの家を。はいはいはい。すごいな。本持ってきた。ちょっと風呂、どこから、これ何の水だよ。ちょっと、覗けないのこれ。あ、なんかすげえちゃんとしてんな。タオルどっから持ってきてんの。ありがとうございます。ドゥルンドゥルン。これ戻れないね、これ。あ、戻れる、戻る。戻れるぞ、これ。まずいですよ。好きなだけ戻れるぞ。うん、あら、まずいですよ。これ平面だな。平面だな。このゲーム VR は向いてるよな、でも。でもそうするとキティウンが見えなくなっちゃうからさ。あ、猫の居場所もちゃんとあんじゃねえか。いや、これはよくできてるわ。なんか、なんだろうね。これはいいゲームだな。ビータは、なあ、ビータだけにしとけばビータの価値上がったのになっていうか、まあ、ビータでもこれは、だよ。重力扱えんのにこういうことになるからね。どう、ちょっと待って、何が起きてる。横乳見えちゃってんじゃん。一個崩壊したらピタゴラスイッチみたいになっちゃったんじゃん。ん？ようやく住処を手に入れた。うん。お！タオルも取れろよ。ねえ、タオル取れてたよ。セーブと一度見つけた不思議なマンホールにワープする。あ、マンホールは見つけなきゃ使えないんだね。マンホール、いいゲームだな、これ。これは、違うじゃん。ちょっと待って待って。なんだ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 、ちょっと横になってる横になってる。念願、あー、家に入る。スイカを手に入れたぞ。これで女の子の部屋を覗き放題になります。おー、でもシャワーもちゃんとあるしさ。あ、なんか見れる。コンセプトもシステムも、コントローラー傾けてみる。で着替えてなーに、ワープ。セーブしよう、とりあえず。ね、これほんとよくできてるわ。